低気圧や前線の通過に伴い、県内は昨夜から今朝にかけて激しい雨となり、各地で大雨警報が発表されましたこの雨の影響で、静岡市では川の護岸が崩れたり、建物の壁が崩落したりするなどの被害が確認されています清水区押し切りです川に面した駐車場が大きく崩れ落ちています 静岡市清水区押し切りの和田川の支流では護岸が幅15メートル高さ4メートルにわたって崩落被害は隣接する接骨院の駐車場にまで及びました崩落箇所に住民が近づかないように柵を設置したということで 静岡市は本格的な復旧を急ぎたいとしています。本州の南を低気圧が通過し、暖かく湿った空気が流れ込んだため、県内は昨夜から大気の状態が不安定になり、激しい雨が降りました。こちらは雨雲レーダーの様子。県内各地で雨が降り続いたのがわかります。 降り始めからの降水量は、浜松市春野で263ミリ、伊豆市天城山で256.5ミリ、藤枝市高根山で256ミリ、御殿場で254ミリなどとなりました。この雨で、静岡地方気象台などは県内各地に大雨警報を発表したほか、裾野市に一時、土砂災害警戒情報を出して住民に警戒を呼びかけました。 さらに静岡市葵井区の住宅地でも大雨による被害が。静岡市葵区の商店街にあるこちらの建物、現在は空き家となっていますが、大雨の影響で壁が崩れて、瓦礫が道路に散乱するような状況になっていました。落下した壁は、静岡市が午前中に撤去していて、壁面の落下によるけが人は確認されていません。 そうですね、3、4年前にも大きくあの看板のようなものが落下してそこからもあの、まあ、ちょくちょく落下物というのは見,見られることがありましたね建物は数年前から誰も使っていなかった状態で今回の落下を受けて解体業者と所有者が対応を協議しているということです。ここれれまでででの雨で地盤が緩んでいるる恐れもあることから 県は、は引き続き土砂災害や河川の増水への注意を呼びかけています。